職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は人狼です。5番のプレイヤーが発言します。あります。はい、しようないです。そうですね、まあ普通におのおの思ってることを言ってもらえばいいかなと思ってますね。まあ自分も思ったことを言っていくので、まあ純粋に、まあ一人それぞれ、まあ思ってる目線を素直に述べてもらえればいいかなと思ってます。はい。あとないですね。そうですね。あとじゃあ他、そうですね。ないんですよね。じゃあ、そうですね。ないですね。はい。まあ、思ったこと言っていきましょう。6番のプレイヤーが発言します。お願いします。まあ、思ってることを言うというね、まあ、5番さんの発言に特に異論はなくて、まあ、素直に、ね、前の人の発言なり、触れてってほしいなと思う。うん、そうすることによってね、まあ、色が落ちてくるから。まあ、だから5番さんの言ってる、思っていることを言うと、いうこと自体に異論はないんだけど、他になかったのかなという印象ですかね。なんかあんまり喋りたくないのかなというふうな印象にも見えたから、あんまり5番さんは印象良くなかったですね。うん、あとね、自分が言うのであれば、まあ、思ったことを言ってほしいし、それが伝わらないと意味がないからね、丁寧に発言してほしいなと思うぐらいですかね。まあ、5番さんはもうちょっと喋ってもいいのかなという印象です。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。多分6番さんがね、5番さんにそれを求めても、5番さんはね、あ、思ったこと言ったまでですって言われるだけだと思いますよ。そういうタイプの人かなと。ね、先頭バッター自分も嫌いですが、なんだろうね、そんな嫌いならわかるけど、なんだろう、感情的には微妙でしたね。そうだね、共感できなかった。ちょっとじゃあフルオープンでいこうかぐらいですかね、5番さんには。まあそうだな、特にないんですよね、5、6に関して色っていうのは。はい、6番さんが思うことはわかるけど、5番さんに求めるのは意味ないんじゃないとは思ったぐらいですかね。2周目頑張りましょうよ。知らんけど。8番のプレイヤーが発言します。はい、ありがとうございます。いや、7番さんはもう1周目で頑張った方がいいっすよ。5番6番で5番さんが作為的にやってるのか、それとも本当に気ままにやってるのかを精査しないといけないと思ってて、私どちらかというと気ままにやってると思ってるんですよ。5番さんはそういう感情に私は思って、主観的な要素なんですけれど、ただ6番さんは、もうちょっと喋ってほしい、そこに関しては、思ってることを言ってることはいろんなないって言ってるから、正直6番さんの印象悪かったって8番さん8視点だとちょっと微妙かったんですよ。別に5番が、そうですね、ないですね、そうですね、ないですねって、それが思ったことを言ってるから、だからそこまで印象悪いという感じにはならなく、7番さんに関しては、その5、6に対してあまりにも精査しないのが違和感です、8視点は。このぐらい伸ばせない、以上です。9番のプレイヤーが発言します。現状を釣りたいのが5、7です。で、8番については7番に当てた精査は共感できるけど、5、6についてあれば5の方が印象が良くないと思ってて、6番は5番に対して喋りたくないのかなって言ったんですけど、なんかそこは捉え方の問題だと思うんですけど、これは5番が喋ることないんだったらすぐ回せばいいのになって普通に思ったんですよね。なんか喋ることないって言っておきながら、なんか切らずになんかダラダラ空白の時間を作ってたのが、なんか喋んないと釣りをされんのかなっていう懸念がある人物なのかなって思ったから、何の間なんだろうなって普通に思って聞いてたんで、だからなんか6番とは捉え方違うんですけど、5の印象が悪いのは6と一緒で、
で、7番については8番が言った通りで、なんか制裁意欲を全く感じなかったです。だから8番についてはなんか、どっちなんだろうなっていう感じです。現状釣りたいの5、7。1番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。ランダム白は7番さん白。7番さんが白でした。まあ、ちょっと潜伏も考えたんだけど、まあ、ちょっとなんか、最先端のテクノロジーだとなんか偽目に思われちゃうんで、ちょっとフルオープンの方が俺強いと思うから、霊能者ももし後半にいるなら一周目出てきてほしい。で、俺も騎士もグレッツ目だったら騎士も出てきてほしいかな。もうフルオープンで俺今日行きたいかなと思うんで、完全フルオープンで議論勝負一行対抗、出ないかもしれないけどね、勝負を恐れて。もうとりあえず一番怪しいのは5番さんかな。すごくなんか緊張して考えながら喋ってる感じがしたんで、5番さんが一番怪しい。まあ、白いのは9番さん。自分の白先の7怪しんでるけど、5番まで怪しんでるからね。現状釣り位置5番さん。2番。笑わないで。はい、釣り卓としては6球で、6番って5番に対してね、5番がまあその言いたいことを言ってるのは分かっているが、何か発言を言いたくなさそうにしているみたいな言い方をしてるんですよ。なんか隠そうとしているんじゃないか的な。だった場合って6番視点では5番がもう人外じゃない。だってスムラでさ、思考を隠すって必要ないし、まずもって、ね、思考を隠したい人物って人外じゃない。だから6番が5番にそこまで何意見を落としたくないというか発言をしたくないと思うのであれば、もう6番視点はこう釣りだよ。そこが言えない6番が来る。9番は6番と5番が印象悪いから全然意見違うのにもかかわらず、で9番って6番のこと評価だろう。全然なんかダメだわ。6-9ですね、はい、いや5番なんてもう普通に2周目だと思ってるし、正直ね、1番もあんま新っぽくないと思いました。6-9のランで1番。3番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、俺は別に、なんだろうな。絶対に人外ってわけじゃないけど、5番さんが何を持ってんのかな、みたいな思った可能性もあり、そもそも、まあ、5番さんが喋ること本当になかった可能性もあるから、まあ、一目6番がだから5番人外っていう必要はないかなって思いました。普通に。で、まあ、9が6を評価したんじゃなくて、釣り卓として、まあ、5番7番を上げただけだから、まあ、別にだったら8番も上げなきゃいけなくないですか、2の理論だったらと思うんですよ。5番を評価してるわけじゃないけど、なんか6まで釣り卓に含めなきゃいけないっていう2の理論がよく分かんなかったです。9番がだからグレだったら2番、他は分からんって感じ。これはね、はい、フルオープンでいいと思います。はい。4番のプレイヤーが発言します。釣りたく258ですね。258。2番さん、6番さんって5に印象悪いって言ってますからね。釣りたくではないですけど。3番さんが乗ってきたの。あと9番さんの発言捉え違いしてる。9番さんって57択なんで。8番さんの理由もありますね。8番さんの場合、5が人狼の時って8の思考ってムラリないんですよ。2周目どうなるかですね。2周目に置けばいいんじゃないですか。わざわざムラにする必要あるんですか。5が人狼の時ありますよね。まあ、主観で村かもしれない。じゃあ主観が違ったらどうするんですかっていう。それは8の落ち込みです。8番さんって5を2周目でいいんじゃないですか。3番さんみたいに。だって5番さんって意欲ないですよね、あんまり。当然釣り地入りますよね。村ケアする必要ないと思ってますね。なんでおかしいのは582ですね。582がおかしいです。1番さんが真かどうか知らないです。そんな感じです。258がおかしいです。5番のプレイヤーが発言します。はい、占い太鼓いますか。占い急所。はい、はい、流動でした。8続きなくて2番再生再置で、まあまあ多分4釣っちゃおうかなと思っちゃってるぐらいなんですけど、騎士出てこない。あ、騎士出てこないですか。あ、じゃあ、カングレのグレラン大会しましょうか、じゃ
まあ、おのおの持ったとこ入れてください。8が結構白いな。まあ、初日に関しては、まあ、僕9白ってるんですけど、8、9つはなくていいかなと思ってて、まあ、8はつらなくていいかなと思ってました、普通に。で、まあ、そうなったときは、まあ、普通にまあ、2、3、4もう一回聞いて、再精査して、まあ、ここから次を入れればいいかなと思ってます。まあ、特段と乱視点する気ないんで、まあ、もし仮に8番が2周目変やなと思ったんやったら、まあ、おのおの思ってるとこつ、入れればいいと思ってるし、まあ、変に片潮からたまになんか入れる人いるんですけど、まあ、そういうことはしないでほしいっていうのが一点ですね。はい。まあ、結構8番が一番聞いてる限りだと人間っぽい思考なのかなと俺は思っちゃってるんで、はい。そんな感じで。まあ、2周目、普通にカングレ単価、カングレの乱大会しましょう。はい。まあ、岸さんは釣らないように頑張ってください。6番のプレイヤーが発言します。お願いします。まあ、占いです。九四郎ですね。まあ、1番が対抗なんだけど、まあ、1番が狼なのか、巨人なのかっていうのは、今のところは分からないが、グレーで気になってるのは、まあ、2番さんね。自分に向けてる視点が気になっている。まあ、5番を釣り位置に上げなかったっていう、5番を釣り寄さなかったっていうと視点だったけどね。まあ、そこは4番が言ってる通り、まあ、5番についてはね、もっと5番さんは発言をしたがらないのかなっていうところで、印象悪いという発言まで落としてるからね。だから2番さんの指摘は不当だなと思っている。まあ、2番が1番もね、怪しんでいたから、1ロージックの時、1、2がつながるかっていう視点は、少し微妙ではあるんだけど、まあ、2番の発言には引っかかってますね。まあ、それから7番さんは、まあ、今日、片代先だけど、7番さんの視点ってあんまり落ちていなかったから、まあ、1ロージックで1、7ローローもあるのかなっていうところと、まあ、1番が強靭だったら7番狼も全然あるなっていう視点ですね。まあ、8番、3番、4番については、自分は違和感なかったから、今特に狼要素を拾えていないんだけど、気になってるのは2番さんかな。だから今日は2番から行きたいなと思ってる。それぐらいかな。まあ、3番、4番も2番怪しんでる視点は特に違和感なかったし、まあ、8番については、まあ、5は印象悪くはならないって言ってるところは、まあ、5番さんの出向。のプレイヤーが発言します。なんか綺麗になんかね、ヘイト向けても大丈夫なところに向けて他には避けて通ってるようにしか聞こえないよ、6番さんは。申し訳ないけどね、今聞いて。8番さんに言っとくと生成良くないって言われたけど、じゃあ5番さんって言うことない。そういう人間。それに対して6番さんは、いや、もっとなんかないの？って言うことないって言ってる人に、もっとなんかないの？って聞いてんだよ。何の意味あんの？それって言うしかないじゃん。その二人を眺めてて、もっと深めようぜって、そんな熱くされても、良くないよって言われてもね。それで精査深めたよ、こっちは。こんぐらいできるだろうって言われても。いや、深くないって思ったし。申し訳ないけど。あと6番さんに言っとくと、2番さんは6は5を釣り位置じゃなくて、5じゃあ陣外じゃんって言ってんだよ。釣り位置上げろよじゃなくて、じゃあ陣外じゃん、おのずとその視点はって言ってるから。別に2番さん分かるし、3番さんって結局なんか平たくして、でヘイト向けた2番さんを釣りをしただけにしか聞こえないから、3筆頭でよかったと思うし、6番さん視点3、4、8、9が違和感なかったにはならないでしょ。おのおの全然違ったと思うし、はい、また囲われたって言われるかもだけど、6のシーンは全然2周目なかったです。だから2番さんには行きません。2番さん単体でも納得はいくし、自分はね、3筆頭でいいかなって思ってますよ。8番さんの2周目お願いします。8番のプレイヤーが発言します。7番さんは自殺志願者なのマジで。4番さんの発言聞き取れてないのってマジ。4番さんってさ、こう人狼なら8はこう村かもしれないって言っちゃいけないよって言ったけれど、こう村かもしれないって 1ミリも言ってないんだけど、多分5番さんがさ4番スローって言ったのそこじゃね。発言もろもろ67聞いてなさすぎじゃない。
5番さんが気ままにやってるか意図的にやってるかと言われたら気ままにやってる人かと思ってますって言ってるんですね。5番が村人陣営なんて何にも精査してないですよマジで。村だこいつはみたいな言ってないですよ馬さん。7番さんその発言も聞けず、かつ9番さんから57釣りたいって言われてて9番さんにも視点向かないのって何ですか。そもそも発言聞いてないです。かつ8番の2周目聞きたいって聞いてないでしょ。もう誰一人の発言聞いてないでしょ7番さん。2周目も今の発言で ようやく4番さんが何だろう熱動したこと気づいたでしょ8番に関して。7番さんはだからやる気ないんじゃないかなと、精査しないんじゃないかなと私は思ってます。1周目からも。はい。まあ、1番さんが私も6番さんちょっと違和感でなんですよね。4番さん触れてないのが本気で。はい。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、多分2か7に最低でも1人ぐらいはいると思ってるんですよ、自分。2番 その6、9って言って6に対して突っ込まなかった9が怪しいっていうのが、なんか視点の違いだけで9を人外視してくるの不自然だなって普通に思ったんで、だからあんまり疑われてない6、9に釣りをしてバランス取りに来た強人っていう線もあるし、単純にまあ視点が合わない狼って可能性もあるから、2番か、まあ、もしくは、これ1番が偽の場合って、7番で囲いが入ってる線は結構あるかなって思ってるのが、7番って結構叩かれてて制裁意欲もほぼなかったから、その7番を一番狼が囲うメリットっていうのが7番白の時あんまないなと思ってるんで、まあ6の発言は確かにまあ、どうなんだろうね。ただまあ視点自体は俺と合ってんだよね割と。2番は怪しかったし、7番についても、まあよくわからん位置ではあったから、だから、どうなんだろうね。4番、俺そこまであんまり疑えてないんだよね。4番については258って言って、まあ、7よりも8かとは思ったけど、そこぐらいなんですよね。4番に対する違和感っていうのは。それよりも2、7が結構悪目立ちしてるから、だから1の神経で7釣ってもいいかなって思うけど、まあ2番が白くならないようだったら2番に入れようかなぐらいに思ってます。さすがに2番、7番両村ってことはないと思うよ。って思ってます。1の2周目聞いてもう一回再生さします。1番。のプレイヤーが発言します。なんか9番の狼もあるんかな。だいたいねこれ6級ローロで囲ってた時ってあの新占い師の白崎叩くんだよね。だ9番さんって7番さんを結構叩いてることからどこ釣っても次の日なんか7に黒打って7釣らせようとしてる感じが9番さんがあるかな。だから6級ローロも少なからずあるんかなと思う。ただまあ今日は9釣りいけそうにないんで、ってなると、まあ6番が一応2位釣りをしてるんで2は弾く。ってなると俺釣り一応4番さんかなと思う。2番さんに関しては1番偽かなって言ってて、釣り寄ってないんよね。だから2番がローだった時はまあ釣り寄ると思うから4番さんってまだわからないって言ってて、なんかすり寄ってる感じを受けたんで、現状グレーだと4番さんかな。もし4番さんが狼じゃないんだったら、9番さんで囲ってる可能性は十分ある。自分の白先の7に黒塗りしてるからね。そういう時はもう囲ってるイメージがあるから、4番が狼じゃなかったら現状9かなとは思う。ただ4番さんも2周目発言聞けるんで、まあ、発言聞いて変えるかもしれない。現状4に行こうかなと思って。2番のプレイヤーが発言します。これ普通に1進じゃない。普通に俺多分4、6ローローやと思うんですけど、4番ってまずね、2番と6番のサイズ付けってどうついたんですか。8番は5番のことを、まあどっちかって言ったら、まあ、村感情的な言い方をしてたわけですよ、まあ、それに関してはわかるよ、まあ、8番が言ってたことは言論はそうやけどね、言論は8番が言ってたことは正しいと思うけど、まあ、4番視点では8番が5番のことを村で、まあ、置いたと思ったでしょ。俺もそう、どっちかって言ったらね、5番に対して、いや、5番で2周目でしょっていう発言を残してるんですよ。だった場合って、4番って5番のことを村置きする必要がない。村置きする必要がなかったら、筆頭釣り来てあなた視点6番なんですけど。
6番手5番の違和感を拾っており、で5番に関して思考を隠したい人物なんじゃないかっていう精査を落としてるんですね。そうなった時って6番、あ、4番視点の考察の中では5番っていう人物を、人外で見てるくせに叩かない、釣ろうとしない6番さんっていうのが一番怪しくなると思うんですけど、ただ4番さんが一番黒かったですね。多分3番は話を聞き間違えてるのか分かんないですけど、俺は9番が6番のことを精査に入れなかったからとか言ってなくて、6番の精査、俺は6番が正直黒いと思ったからね、5番に対しての精査が。だからそうなった時に9番っていう人物は6番と意見が違うのにもかかわらず6番を外す考察をしているっていうのがおかしいって言ってる。まあ5番を怪しむ視点っていうのは9番も持っているわけですよね。それは一緒なんですけど、そこの視点だけは一緒なんですけど、原文は全然違うから、そこで9番が6番を弾いて5番っていう人物と7番っていう人物に視点を伸ばす。しかも7番の釣りたい理由としては、8番っていう人物が、ね、評価してたように7番っていうのは精査意欲がない。精査意欲がなかったら人外なんですかという話なんで。3番さんって多分聞き間違えてるんですよね。だから4番釣ります。以上。3番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、1周目の5番の発言だけで、5番が話したくない人なのか、本当に話すことがなかった人なのかを精査するのが難しいから、まあ、6番のそれ主観じゃないって思っただけなんですよ、俺は。だからまあ2番さんはすごい深いところまで考えてるなと思うけど、まあ、主観のそれだけで5番がどちらか測るのがそもそも難しいとは思いますわ。ただまあ4番が5番を保護っていうか、ね、5番の2周目って置いた位置が怪しいっていうのは結構あれかなと思うけど、ムラキは必要ないっていうけど、だったらなんか5番を釣り寄さなかったとこ全て怪しいかなと思う、俺は。その思考も出すんだったらって思ってて、まあ俺1が強人っぽいと思います。まあそもそも6と9の狼だったら、まあ7番に黒を打つっていうのは別にあることだとは思うけど、そもそも6と9狼勝てした時にはそれ以外全てが白だから、なんか7に黒を打とうとしてるから6、9狼だっていう主張が微妙かなと思うかな。でまあ7番に占いを割くのはもったいないと思う、正直。意味不明だから。まあ、そもそも俺が平たく戻しちゃってるけど、前半の話は大した考察してないって自覚あるんですよね、7番さんって。まあだったら別に俺はそういう考察をするし、2番の向けた視点が違和感だったから2番だけを殴っただけ。ですかね。まあ4か、まあ4か2、どっちかだけど。まあ4番の発言聞いて決める。まあ今のところ8番には基本的には投票しませんって感じですかね。はい。まあ4がよく感じたら2に行くかもしれないし、変わんなかったら4に行くかな。はい。4番のプレイヤーが発言します。3が7に色合ってなくていい。クロス占いした方がいいと思うんですよ、これ。うん。クロス占い、絶対。なんで合ってなくていいっていうんですかね、3番さん。あと2番さん、8番さんって、だから、気ままにやってるかもしれないって言って、それだけでしょ。8ってどこにも平等の4ぐらいでしょ。なんかみんな4行こう、4行こうみたいな。3番さんも何なのそれ。どこを黒だと思ってんの ?3 番さん。3おかしくない?また2との方必死に考えてるよ。2番さん8って全く釣り位置行ってないよ。いや、2の意見もわかるよ。だから2がおかしいのって、6、9、だから、9番さんって5、7上げてたよって言ってんの。だから9がおかしいっていう2がおかしいんだって、その件については。うん、3おかしくない。なんで 7だけ占い飛ばさなくていいって言ってんの。7って2を保護してんだよ。7って6が怪しいんじゃないかって言ったら6の占い値入りますけど。3おかしくない?うん。現状の2、3聞いたら3だけどね。3説明できる?なんで7に、6が7を占わなくていい。クロス占いの方いいと思いますよ。1が9で6が7。なんで7に飛ばさなくていいって言ったんですか ?2 より3の方おかしいですよ。8番さん、ラスールどこですかあなた。ちゃんと言いましょう。2番さんもラスールどこですか ?3 番、3と8比べたら3ですね。私3に行きます。3の意味がわからないです。全プレイヤーの発言が終了。私が悪人ですって。もう怒りますよ。投票が終了しました。
追放されるプレイヤーは4番の遺言を発表してください。私が黒だと思うなら霊合意してください。私を白と思うなら霊合意しなくていいと思ってますね。3番さんがおかしいのは7に色当てなくていいってところで全然当てるでしょう。1も当然9占いますよ。6も当然7占うと思いますよ。なんで7を保護するんですか ?3 番さんって。違和感でしかないですね。?4 に来たの誰 ?1。1が3に行けないの ?1、3もあるんじゃないですかね、その場合。7白の場合は。1おかしいよね。4に行くって。1偽だと思いますよ。4に来てる占い師は偽だと思いますよ。9が7。なるほどね。6が2。いやー、6、3行ってほしかったよ、釣り1。夜が更けました。人狼に気をつけ、人狼。さあ、6かもか。6かもよ。了解しました。6巻で、ごっちゃも出ても9黒強引に釣るよ。地紙を増して。で、黒打たれたら黒くなってね、わざと。夜が昨夜は1名の方が亡くなりました。6番、7番のプレイヤーが発言します。はあ、9黒ねえ。9番さんって自分なんで投票したんですか？グレーで他釣れるとこないよってことですか？6番さんもね、あんだけ7がおかしいから1の囲いもあるって言ってて。でも6番さんもおかしかった。2も釣れない、3も釣れない、4も釣れない。8にはいかないよ。じゃあ7だってなった理由は何ですかね？強人かと思ったんですがね。8番さんに問いますね。8番さんの言葉だから自分自身がすごい覚えてるんでしょ？それは聞いてない。いや、だから。じゃあ、こっちから言わせてもらったら、7番は8番さんの一緒に聞きますなんて言ってない。8番さんに一緒にどうぞだからね。そういうことなんだよ。4番さんが8が5村って言っちゃダメ、村なら言っちゃダメだよ、みたいな。どうでもいい。どうでもいいって言ったらまた叩かれるか。で、3人入れたのは、3番さんって初週、だから前半1が、なんだ、平たく意味わかんなかったから、そこで精査する意味もない5番さん軸で、みたいな。だから2番さん叩いてる内容が聞かなかったら2番。聞いた、おさみさん。じゃあ8、9って、なんでそこまで全然自分と合わないってことじゃん。おさみちさん。言ってるの分かるかな ?5、6に対してそんな精査深める意味ないって言ってんでしょ ?3 番さんの主張は。自分は5、6に対してそこまで言う必要ない。って言ってるのを8番さんはもっと深めろよって言ってるんだから、そこに対してアンサーしてるのに、3番さんは一歩引いてるようにしか聞こえなかった。1、6の真偽は分かんない。まあ、9は人外だと思う。8番のプレイヤーが発言します。3番さんにお聞きしたいのが1点、4番さんが、3番さんは7番を占わなくていいって言ったのって本当ですか？そこだけちょっと確認したくて、その3番さんが7番さんを占わなくていいっていう理由は、7番さんが強人目だからと私は推理してるんですね、もし本当だったら。でも3番さんの中で1番が強人だって発言があったから、思考整理するとなんで7番を占わなくていいんだろうって思ってるから、4番さんが捏造した可能性があることも懸念してるんですよ。でも3番さんの口から聞きたいんですね、これは。まあ9番さんからでもいいですし、3番さんって7番さん占わなくていいって言ってましたか？一番強人を追いながら7番を占わなくていいっていう発言は全然ちょっと意図としてはわからないです。そこだけお聞きしたいですですかね。9番さんはなぜ7番さん投票ですかですかね。4番さんが正当な理由を言ってたからって主張で7番釣り、2番3番に狼要素がなく7番行ったってことですかね。まあこのままだと91だったら9番さん釣られかねないけれど、多分ほぼ1番さんに行くんだけれど、9番さんがあまりにも黒かったら9番さん行く村人陣営もいると思うので、
そこだけ聞かせてください。はい。まあ、5番さんが最終的に決めてくださいね。最終的には1番か9番。1番の9番の欄だから今、ほぼ1番なんですけれど。まあ、これは偽だからとか言うわけじゃないですよ。9番のプレイヤーが発言します。いや、この盤面で俺釣る人人外でしょ。俺釣れたくとかないでしょ。1番でしょ。普通に。何を言ってるんだろうって思いましたけど。俺が7番投票したのは、昨日も言ったっすけど、これ1番が陣外の時に1番黒で7番白の時にわざわざ怪しまれてる7番を囲う必要性があまりないなって思ったから、1番がローの時っていうのは7番の囲い結構あるなって思ったのと、あと2周目で俺2番7番疑ってたと思うけど、2番の2周目があまり黒くなかったから、だから1の神経はも兼ねて7番を釣りたかったっていうだけです。で、6球で地紙してるんだとしたら7番釣りなんて押さないですよ。7番に黒打ちたいはずなんだ。何を言ってるのか分かんないです。6噛まれてますけど、普通に。で、俺、4番が黒く見えなかったんですよね、2周目聞いたとき。だから、7以外だったら3かなって思ったんですよ。4番って、割と4番にヘイトが向いてる構図があったと思っていて、5番が4番疑ってて、8番も4番殴っており、で、6、7、9あたりが2番に対して割とヘイトを向けてて、俺は2、7怪しんでましたけど、だった場合って戦える位置って2番だと思ったから、だから4番が2番にヘイトを向け変え、なんていうの、戦える2番に向けずに、単純に3番を殴った構図っていうのはあまり黒くなかったから、だから3か7で迷って7に投票したんですよね、自分。7が黒打たれた時に、6が陣外だとしても7疑ってしまいそうだったから。だから自分はラストウルフ3か7の択かなって思ってますけど、ちょっとなんか8番が9つるっていうのはよくわかんないから、8強なんかなっていうのも若干ありますけど。1番のプレイヤーが発言します。まず5番さん、4番さんの色は4番さん、あ、白ね。あ、じゃあもう地紙でしかないよ。6番さんって、地紙して9を白くするための地紙よ。まず9番さん占った理由って、まあ自分5番さん一瞬怪しんでたね、結構考えながら喋ったから。だから9番さんって57怪しんでて、まあ視点が合ってたんだけど、2周目聞いた時に、9番さんって自分の白先7番さんだけかなり叩いてたじゃん。そこが、そういう時ってね、囲ってるのよ。囲ってる時って、シングルナイシの白先叩いて、次の日黒打つ、布石を打つんだよね。そこがすごく見えた。で、9番さんの7投票っておかしいじゃん。あれもうグレーに狼いないの知ってるから。だからどこ釣っても白しか出ないから投票しないと、俺の結果で白結果出た時自分投票、してませんって言い張れるから。だから9番さんの7投票って人狼ってわかると思うよ。で、9番さんが8番さんに叩いたけど、今日9釣りってないと思うって、9釣りってあるよ。1の芯を追うなら絶対9釣りだから、6の芯を追ってる人って多分誰一人いなかったと思うよ。だから6番噛んで1の芯下げしてるから今日9釣りしかないよ。2番のプレイヤーが発言します。はい、7番はさ別にいいんだけど、8番さんってさ4番黒だと思って投票してるんですよね。じゃあ4番の色ってめちゃくちゃ気になると思うんですよ。そもそもで。だから8番が4番に投票している中で、俺はさ、4番は絶対白だろうなと思った。だって俺って明確に4番、6番、ローローじゃないかっていう提示をしてるんですね。なのに4番視点で、いや、2番って結局、どこが黒い人だと思ってんの？多分ね、4番視点で全然それ気にしてない人物なんですよ。俺は4番、6番、ローローだって言ってから4番を釣ろうとしてるから、その視点を4番視点で2番に対して、あんたはどこラスウルーだと思ってんのって言ってる時点で、多分4番って非狼なんですよね。俺はそういう要素を拾ったので3番投票したんですけど、8番さんって4番が黒だと思って4番に投票してるんですよね。なんであなたは4番さんの色を気にならない？めちゃくちゃ黒いなと思ってるんですけど、8番。だから、普通に、まあ、7番で一番強靭の7番囲っていて7、8ローローという世界線もあるし、まあ、普通に3番さんってさ、3番に投票した理由に関しては、いや、4番が言ってた通りなんですけどね。一番強靭軸で考えてた3番は、7番に占いを飛ばさなくていいって明確に言ってます。
だから4番がそこにハンマーに対してなんで7番占わなくていいのっていう視点に関して俺は分かったです。いや8番めっちゃ黒いなと思ってますよ。7番が狼なのかって考えるんですけど、7番が狼だったら2番から視点をさらす必要があるのかと思うから、1強の3、8とかも全然ありそうと思う。3番のプレイヤーが発言します。そこで3、8をいいっすか。まあ7番を占わなくていいって言った理由は、まあ、単純に7番の発言が今もなんだけど意味わかんないじゃないですか。そもそも俺は精査するなって言ったんじゃなくて、5から1あ2まで、まあ、2番はまあやってたけど、なんか他が大した考察してなかったから俺から落とす目線はないですよって話だから、する必要がないって言ってんじゃないよ。したけど俺からしたらあんまり大したこと言ってなかったから、俺から対してあなたたちに言うことはないですって話だから、7番が3番に向けてるヘイトが意味不明じゃないですか、そもそもね。で、7番を売らなくていいって言ったのは、6が真で7黒だったとしても7白だったとしても落ちる情報量がもう鼻くそ程度しかないからね、発言が変なんだから。7番が白だったら7番の強靭まで追いかけて1と6の打ち分けが真ローになる可能性もある。7番が黒だったら単純に7番が黒だったんだなで終わるけど、6が真の時9番のグレーに白を伝ったんでしょ。だったらグレーでもう一枚白結果めくるなり、7番じゃない届かない狼像にやった方が強くない？単純に俺から見た視点で8番とかね、8番に黒い層拾ってなかったから昨日段階で、まあ今日2番が8番に言ってるのは分かると思うよ、言ってます。まあそれ7番に全然当てはまると思うけどね。そもそも4番を釣ったから黒で落としてるっていうのはあるけど、単純に4番が何色で落ちたかって結果重要だからね。そもそも6番が噛まれてる時点で4番黒結果で16神経って視点ってあるでしょ、どう考えても。まあそれ全員言ってないの変だけどね、7番8番9番4番の色何ですかって俺早く晴れよと思ったけど、普通に。まあそういう点で2番はそこ挽回してきたとは思う、正味。まあただ張った後だからあれだけどって感じ。騎士出ないんすか、グッジョブ出せなかった騎士は出ないんすか。5番のプレイヤーが発言します。まあ意図的にちょっと張らなかったんじゃなくて普通に張るの忘れてただけなんですけど申し訳ないです。まあ今日1番釣ります。まあ2番の8番指摘はまあ分からなくはないんですけど、9番の8指摘は微妙だと思ってました。あら、まあまあしょうがないですねはい、じゃあとりあえずじゃあ1番から詰めましょう。1番から詰めて、8番さんは多分5声ですよね、多分。はい、じゃあ1番釣ってまあ明日棋士の決め打ちっていう進行でいいと思います。まあどっちなんですかねでも9番の8指摘は俺は個人的には微妙だと思ってました。別に8番で別に9番を釣ろうとしてるんじゃなくて、まあ今日は1番が9黒ってるから普通に1番9番の乱択ですよねって話を俺はしてるだけだと思ってるから、それはクロースではないけど、まあ2番の8指摘はまあ通るかなとは思って聞いてました。まあ1番釣って、まあ1番が黒か白かっていうのはまあ俺今日紙100入ると思ってるんで、まあ、色を落とせませんが、まあ、各々、まあ、ちょっともう一回再生産をかけてほしいなと思ってます。まあ、下に関してはもう機種決め打ちをしてください。どっちか。8番、9番の卓で。はい。今日1釣り、明日8球の決め打ち。まあ、間違えたらしょうがない。それでいいと思います。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票。私が悪人ですって。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは他のプレイヤーにより追放されました。9番の人狼って分かってくれると思うよ。黒を打たれてすぐ出てないとこね。9番人狼で8が新規し、で、地神することによって9番さんが白くなるため の, 地神で1の新下げね。で、強人は俺7番さんだと思ってるよ。7番さんって今日9行こうとしてるから多分俺をご主人と思ってんじゃないかな。7番さんって。だからこれ7が今日じゃないかなと思ってるよ。だからもう9番さん絶対釣れるはずよ。まずね、
まず狼って初日囲った時に、新占い師の白先を徹底的に叩くのよ。で、次の日に黒を打って、やっぱりね、この黒要素があったんだよけど、7番さん釣りたかったんだけど、もう民意で釣れなかったんだけど、7番さんって黒かったから、だから言ったじゃんって言う張るような考察を絶対残しとくのよ。それちょっと聞いた時点で俺9番のローあるなと思ってたから。で、ここで6巻で1の審査。自分がもう9のロー当てたから、ああいう風に地神して1の審査したってことね。で、黒打たれてもすぐに出てない時点で9のローって分かってくれるはずだよ。明日絶対9つってね。夜が更けました。人狼に気をつけてください。休業ですよね。1名の方が亡くなりました。5番、7番のプレイヤーが発言します。はい、騎士は圧倒的勝ちが真でしかないと思ってる。あとは9が狂人なのか狼なのか、ムーブ的には狂人に見えたんですけどね。そうなってくると1が犠牲になるんだけど、6番さんの真が悪くって言われてもそうじゃないし、9ローで置いた場合は2、3どっちが繋がるか。昨日はね、昨日聞いた段階だと9強陣1、3ローローが濃いのかなとは思いましたけどね。3番さんは結局7が意味わかんない、自分は5、6、7、8、9、1まで聞いて、そこまで精査するに値しないけど、2番さんはおかしな目線を持っていた。全然何も数字が通ってないんだけどね。それに対して言ってくる7が意味わかんない。でしかない。だから1番さんが初週4にずらした。2番さんの給湯費は別に理解はできるけども、あ、でもない。8店とか言ってたのか。8にせいじゃないか、8ローで置いた場合。でも、騎士精査だったら9いってるから、9にせいで見て8。圧倒的1、3ロード、9強陣だと思うけどね。騎士決め打ちだったら、絶対に9に行きます。8に行く理由がない。9番さんの偽せしか見てない。8番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、私も3番さん、狼要素かなりあると思ってます。6番さんが真主張を言ってるんですよね、3番さん視点の中で。だった場合って絶対7番さん占った方がいいですよ。どういう人物かわからないのであれば余計に。3番さんが村だった場合でも、この発言は飲んでください、発言上。6番が真で訴えてるんでしょ。騎士が、6番守れなかったから出てこいって言ってたけれど、だった場合って絶対7番占った方がいいですよ、3視点でも。めちゃくちゃなローンを飛ばしてるっていうのであれば。かつ1番強人と見てる最中であれば7番、占い師が筆頭だと思いますよ、3番視点だと。で、ここで問題が、そもそも9番さんが黒出されてわざわざ出てくれて本当にありがたいなと思ってて、まあ、2番さんが9番さん言ってくれてるから、で多分2番さんもしかしたらワンチャンあると思ってるんですが、3番さんの方が余計な考察をめちゃめちゃしてると思ってるんですね。7番がめちゃくちゃ印象悪いにもかかわらず、6番シーンを抱きながらも7番を占わなくていいっていう発言は、発言ゲーム成り立ってないと思ってるんですね。あと2番が9番行く視点って、多分9番黒打たれてるのに出る意味が、そもそも遅くねっていう状況下だから、2番が9番投票あながち分かるんですよね。はい、まあ、あんまり9番に対しては言いたくないんだけどね、わざわざなんで、もう本当破綻で頂点に出てくるの、多分狼つらせないようにしてると思ってますよ。9番のプレイヤーが発言します。
はい、ちょっと何を言ってるのか分かんないんですけど、昨日の時点で一番釣りがほぼ 99% かかる盤面下で、俺が黒打たれてて噛まれないんだから、出る必要性がなくないですか。で、陣が出てきたら、俺が出れるんだから、それでよくないですかって普通に思うんですけど、だから8番が昨日9番釣ろうとしたのがおかしいって昨日から言ってるじゃないですか。1番釣りしかないですよ、6番噛まれてるんだから。で、1番の偽要素を上げとくと、6番の地紙をめちゃくちゃ追ってましたけど、6番紙が発生している状況下で9黒が見えてて1が死ぬらないしであれば、9番、6番強陣で9番の相方が潜伏してるっていう考察に伸びるのが当然じゃないですか。だから1の芯切れると思うけど、普通に昨日の発言でって思ってます。で、8強だと思ってます。8番がラストウルフだった場合っていうのは、出たら騎士の乱卓が発生するから、だから8番は強靭だと思ってます。昨日の発言からね、 9を無理やりに釣りに行こうと、ご主人1番が分かって9の白が透けた8番強靭だと思ってます。で、ラストウルフ3か7だと思ってますが、2番については9投票の理由聞きたいかなぐらい。2番の発言からはあまり黒要素拾えてなくて、3、7の卓で8番強靭かなって一番思ってるんですよ。で、一周でやろうか。次時短で一周でやるコラボ間に合うか。なんか誰かに8の殴りがなんか変だとかって言われましたけど、変でしょ8は。昨日から9つ目のタクなんかないですよ。6噛まれてんだから1つらないと、ね、PP まであるんだから。8の昨日の発言おかしかったですよ。てかそもそもね、俺初日4に投票するのがないなって思ってるか ら、 だからそこが3の気になるとなんだ。3はなんで2か4つってて4に入れたのか教えて。コラボ21時から2番のプレイヤーが発言します。いや、そもそも9番がさ、5番護衛してて1を釣って、じゃあどうなんの、あなたが 2日目今日の盤面で騎士でしたって出てきたとしても絶対対抗出るでしょ。しかも9番が今言ったのって、陣外の騎士っていうのが出て、陣外が騎士として出てくるっていう発言だったんですけど、9番が騎士使用することによって陣外って出てくるんじゃないですか。破綻したから1番が、あ、1番破綻してるわ、その1番を助ける構図として騎士が出てくるんでしょ。だからそのもともとその9番絶対騎士持ってないでしょ。まあ、昨日の時点で5護衛をしてるのにもかかわらず9番が、ね、遅れて出てくる意味がないんで、1番に打たれた瞬間出るのが普通筋でしょ、うん、3番の狼追ってないんですけど、3番って昨日の時点でさ、7番8番9番が霊能が出てない状況でね、霊能が出てない状況であなたたちが考察を捨てて、霊能の結果を捨てて考察をし始めてるんですよ。で、初めて1番っていう人物が霊能結果を聞いたんですね。そこで3番って7、8、9がの789に対してなんで霊能の結果を聞かずに考察できんのっていう視点じゃなく、5番に対してちゃっちゃ張れよっていう、なんか3番はいきなり5番に喧嘩を構図取ってるんですよ。なんか3番の大神ってなくないですかって思いますけど、普通にで普通になんか6級ローローかなって思ってるレベル、まあ、9つって終わらんかったら9は確実に強靭でしょうね。9つって終わらんかったら強靭で、あとは1番の相方探しってなります。それだけっすわ。今日9つ言います。9の相方が7番か3番か。多分おそらく7番に。あ、1番。3番のプレイヤーが発言します。まあ7番に色当てるって言っても、一生7番に色当てとけてもは、なんか7番で白が出たときに、もう何のメリットもないから。8番さん言ってたよね。7番さん自殺志願者なんですかって。いや、俺も思ったよ。意味わかんないから。そんな意味わかんない人占ってさ、黒結果でもああですよねしかなんないし、白結果だったらそうな、じゃあ強靭かもねってなるだけやん。それ何のメリットがあるんですか、3から見たし。何の視点もつまらないから、そもそも。なんか1強靭で見てて、1強靭絶対じゃないからね。1が強靭っぽいと思ってるけどっていう話。まあだったら7が狼だけど、だったら6番さんに7番じゃない別の狼像に色当てさせた方が強いだろう、どう考えても。7番で黒を引きました、で6番が噛まれました、で7番が黒でしたってなったら他の星座どうすんねんって話ね。これ4つってるから8と2がね、普通にカングルだったらその時に。コラボとは分かんない。まあよりみこさん企画のコラボでしょ。これが分かんないやったらもう分かんないわ、まあ、そこまでガチじゃない、うん、だから7番はもうずっと話になんないのね、言ってるけど。トッシンさんとノッタンさんがいるから、なんか精査するあれっていうか、俺がそもそも何が通ってないのか分かんない。まあ7番で5、6聞いて大したことないと思ったんでしょ。いや俺思ったよ、別に別にそれでいいなと思って。で、8番はそれを思考落としたんでしょ。ただ別にそれも深い構図じゃないなと思った、俺も全然。で、聞いてる中で、2番が初めて当てた視点が違和感を感じたから2番を殴った。これ何が要素としてなってないのか意味わかんない。ただ2番に質問するけど、俺が5番殴ったところで5番噛みますよ。それって3の資料差になってないとは思いますが、2番さん。はい。
まあそんな感じ。まあ9の出方がおかしいと思うから9に行こうと思ってるけど、9が死んだったら終わりだねって感じ。はい。今日は誰のパイをしゃぶるんですか。またもう下ネタ、下ネタばっかりにならなきゃいけないね。投票が終了しました。これどうなんだろう。8位強だったらいいんだけど、8番強靭しようないか。9が強か。はいはい、8噛んでください。夜が更けました。ああ、急強だ。気をつけてください。9番強靭なら出なくてよかったんじゃねえかなとは思うけど、兄さんに勝てる。コーマンさんありがとう。まあ、神無しがいいよね。8番に決めてもらおう。夜が左と昨夜は誰も死にませんでした。9番のプレイヤーが発言します。はい、昨日考えたけどね。いやー、あそこに2番さんがね、3人向けた白良さ、マジで意味わかんないけども。ただなぁ、6のシーン。9強陣で置いたら1、3にしか見えないんだよな。1番さんが4に対して、移動させた。3番さんの意図は、やっとこさ、理解はできないな。あそこで初めて2番さんが向けた視点が、初めて2番さんが向けた視点が違和感。8、9が向けてる視点の方が最初に違和感出るでしょ。大したことねえなって今口にしてたのに。だからなんか、続きにしか聞こえないけどな。2番さんがね、3、5に対して喧嘩って。マジでとは思ったけどね。そんな5なんて死にゆく人間に喧嘩打ってもね、こんなね、墓に向かってね、仲良く立ててるしかないんだからね。それを知る要素ってどんなんよって思ったんだけど。6強陣、9牢で置いて、兄さん、いやー、一番さんのシーンだったら9牢。いやー難しいなー。一郎軸でよくと3なんだけど、何番決めきれ。8番のプレイヤーが発言します。大根細道。大変だなこれ。大変ですね。7番さんからシルース1ミリも拾えてないですけど、8視点でまだ。ごめんだけど、奈良間さん迷ってるらしいけど、3番さんのがまだ白要素拾えてますけどね、私。いや、どう考えても2番さんの論一瞬、初日の段階論通ってなくて、再生差かけるとね。6がこつりしないと、6視点なら、あーって言ってて、2の論なら6と8、8も釣り、1上げてないと思う。って言ってるから、いや3番さんのそのね論は通ってると思うんですよ、初日の段階の発言は。いや、その7番さんに関しての発言はそうですよ、占わなくていいっていうのは私もあんまり共感できないんだけど、今だに。ただ、正直、6番2投票だからね。マジで。これ2番白だったらあれだけど。はい。7番からもあまり白要素拾いてない。私3番さんの発言だけ首取ってるんですね、やっぱり。ぐらいですかね。はい。ちょっと発言聞きますわ。2番のプレイヤーが発言します。
まあ、この時点で PP がないってことは8番オオカミで、まあ、4番あたりが強靭か4番もしくは8番オオカミの軸4番強靭か、8番強靭はないやろ、だから8番新世界の3番7番にオオカミが走ってるコースのどっちかなんですよ。だから4番各強靭んじゃあ9番強靭の8進もしくはあ9番オオカミっていうのはほぼないと思ってる。6番強靭の9番オオカミはないと思ってます。ちょっと待ってよ、8番が2番のロンが通ってないってどういうこと？1周目の段階ってこと？わけわからんねんけど。8番今日ちなみにどこ合意したんですか？教えてくださいよ。8番さん捨て合意なんですか？ちょ早く教えてくださいよ8番さん。8するよじゃないと。で18ローローだったら8番って白位置で置かれてた人物なんで9番に黒っても勝てるんですよ。18ローローやったら。9番の出方は確実におかしいと思ったから9番行ったんですけど。いや3番が言ってるのは3番って別に7、8、9に視点向ければいいのにそこじゃなくて5番に対して喧嘩売ってんねんで、だから3番が狼に見えないって別に良くないですか？全然成り立つと思うんですけど。いや、8釣ろうかな、マジで。捨て護衛で、神なしやったら、グレイチの狼がいて、8番の強靭にかけてるとか、全然こう。強靭なんかな、ね、昨日、決め打ちだから8は釣らんすよ。8が狼だったらもうしょうがなくない。てか、9が8噛んでくださいって言った時点で、まあ、9が強靭なんじゃないとは思うよ。9が死んだったら、なんか遺言タイムで PP ですね、みたいな話するんじゃないって思うけど、俺、普通に。そもそも9が騎士で、8対抗出た、てか8が先に出たんだ。これはまあミスったけど。もう8行くなら2番行かざるを得んけど。いや、それはもうちょっと進行理解の問題じゃない。なんか8、9で9釣った後8を釣るのって、まあ進行じゃありえないんですわ。決め打ちだからね、これ。9進を追う話になってくるから。まあ、それ昨日切ったんですよ、これ進行上ね。これか。俺7番狼に負けんのめっちゃうぜえな。なんか7を売らなくていいって言ってさ、ごめん、今日の7番の発言聞いて7番が確証になって嬉しいって思う時ある。うわー、わかんない。3番のローン通ってない後付けだと思うんだけどなーとか言って。意味不明やん。もう7が確証になってどうすんねんって思うけど俺。仮に。で、黒でも黒で、ああ、だよね、しかならんくないこれ。って思うわ、俺。8行こうとする2番もなーって思うけどな。2が普通にやったらもう7釣っちゃうと思ったけど。8行くって言うなら2番釣っちゃうかも。いやー、でもこれ7。まあ、ぽくないなってちょっと思うけど、まあ、人狼するなら2かなって思う。これ8感情的にだな。これはいけるか。わ、3いったわ。はあ、27いったじゃん。追放されるプレイヤーは3番の勝ったー。細道さんやったで。これ7番ですか、狼。狼7番なんかな。じゃあ2番は7。そうだよ。そうだよ。いや、8行くとか言わんで、マジで。いや、どういうあれで、あれなんよね。いや、8番にも聞きたいわ、正味。いや、まあ、ぽくないな、ちょっと思ったけど、8行くはないわ。申し訳ないけど。でも、7番占った方がいいよって思う人も一生占っててください。この人。8番に聞きたいわ、マジで。7番占う意味聞きてえわ。夜が更けました。人狼よし、ちょっと時短ゲームやろう。コラボの時間ないから、コラボまで時間ないから、ちょっと時短ゲーム行こう。なんで勝てたんでしょう。
昨夜は1名の方が亡くなりました。8番ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。アリさんありがとう。いや、人狼当てるゲームだから黒を探せじゃん。それは3おかしいと思うよ。いやいや、普通に考察で探せばいいでしょ、7の黒。違う、考察で、じゃあ占いっていらないじゃん。新究極の話してんでしょ。そうじゃなくて、7番じゃあ新究極の話してるから、それ霊能局に限って黒を見つけるのは無理ですから、それは3がおかしいよ。いやいや霊能局で、じゃあ霊能局と神経局と違い勉強した方がいいと思うよ、それは3番。いや、あの霊能局って霊能がいるか違うだけでしょ。じゃあ霊能局と神経局分かってないんですよ、それは3がおかしいと思いますよ。ただ3番さんの2に行った指摘は2が変だと思いましたよ。これは2投票されておかしいと思いますよ。あ、ちょっといい、